立憲民主党デマ拡散トマホークで。立憲民主党の杉尾秀也さんが。二十日までに。X. Q. ツイッターにて。トマホークの旧式化されるんだ。アメリカ様の在庫移送セールに全面協力。などとのデマを拡散してしまいました。こちらまず事実といたしましては。政府が調達する。トマホーク四百発のうち。半分の二百発について。 現行型のまあ、現在使われているブロックフォーに変更し、政府は1年でも早くトマホークを調達できるように努力をしております。残りは将来型のブロック5となっておりますが、まあ、簡単にスマホで例えますと、なんとかフォンの16が欲しいけど、まあ、15にしようかなくらいの話でございます。まあ、ですので、旧式ではございません。現状、トマホーク関連では？ 合わせて購入する予定のトマホークの武器完成システムの数が日本のイージス艦の数よりも2機多いことが疑問視されており、まあ、トマホークはイージス艦に搭載して運用する予定でございますのでイージス艦の数だけ武器完成システムがあれば十分なはずでございますが、まあ、実際には余分に購入する計画になっております。で、ま、で、あ、ですのの問題視されるのであれるあば トマホークの導入を前倒ししなければいけないほど日本が厳しい状況に置かれているのかという点とトマホークの武器管制システムが多い点について主張された方が良いのではないかと思われますが、まあ、本当にこのようなデマの拡散を見てしまいますと国会議員として必要な能力が不足していると言わざるを得ませんが立憲民主党の皆様には 稚拙なデマの拡散ではなくて国民の日本の平和につながるような中身のある主張や議論を行っていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました